山本勘助、幻の軍師と呼ばれた凄腕のマルチプレイヤー。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は凄腕のマルチプレイヤー山本勘助について紹介していこうと思います。甲斐の武田信玄に仕えた山本勘助は長らく幻の軍師とされてきました。その理由は甲陽軍鑑、武田の戦術を記した軍学書にしかその記述がなかったため、実在が疑われていたからです。しかし昭和44年に発見された市川文書をきっかけに、今ではその実在性が高まっています。武田家に50代で仕官、戦場での見事な駆け引き、築城術など異彩を放つ存在でしたが、川中島の戦いで壮絶な戦死を遂げます。謎が多く未だ歴史のベールに包まれた勘助、その生涯に迫ってみたいと思います。勘助誕生、武者修行時代、浪人時代、武田家臣時代、現代は中高年の転職といえば大変苦労しそうなどというワードが飛び出しそうですが、時代は違えど、今回紹介する山本勘助が武田家に仕えたのは50代、それも当時20歳そこそこの息子のような若造、失礼の信玄にスカウトされたんです。勘助はそれまで今川や北条などで就職仕官活動をしましたが連敗続き、しかもその理由は要望が醜く赤眼、片足が不自由という第一印象の悪さだとか。ところが武田信玄は勘助をVIP待遇で迎え入れます。それまで誇る職歴がない50代にもかかわらず、初めての正式な仕官先がかの武田信玄、しかも破格の待遇なんてすごいと思いません？一体信玄は勘助の何に惹かれたのでしょうか。それを見る前に勘助の前半生をたどってみましょう。実はそこに信玄が求めた理由が詰まっていました。勘助誕生。山本勘助の生誕地は駿河の国山本、静岡県富士宮市と三河の国牛久保、愛知県豊川市などいくつかの説があります。山本説。山本家の本家吉野家、江戸時代陣屋代官を務めたの系譜によるもの。勘助の父は三河の国牛久保で軍学指南をしていたが、山本に帰り勘助が誕生。牛久保説。甲陽軍鑑によるとこの地で生まれたという。この他にも三河では勘助は三河の国加茂に生まれ牛久保で育ったという伝説もあります。勘助の生誕伝説は日本各地にあり、例えば讃岐の国香川県出生説、育った周防、山口県では勘助がイノシシを退治した際に赤眼になった伝説が語られています。少年も1493年や1500年説があり様々です。今回は1493年説でいきます。武者修行時代。甲陽軍鑑によると12歳の時に三河牛久保城主の家臣大林氏の養子に入りますが、20歳で養家を飛び出し武者修行の旅に。武芸を磨きながら高野山に登って祈願、摩利支天を授けられて各地を巡ります。ここから何とも型破りな人生が始まります。四国、九州、山陽、山陰を巡り、雨越しや毛利氏に仕えながら兵法や剣術の修行に励みます。でもただ武芸の腕を磨いていただけではありません。勘助はすでに参謀になって戦乱の世で活躍したいという思いを抱いていたのかもしれません。戦国のフィールドワークにも挑んでいます。戦闘を間近にしながら城の役割、能力などを知り、築城術を学んだようです。さらに地理、風俗、城下の様子、領主の人柄、城、兵や武器の能力などを調べ、一度駿河に帰ると今度は関東へと修行に向かいます。
勘助の体が満身創痍な理由は長い修行で苦労したからだとも言われており、命がけのフィールドワークだったようです。浪人時代、勘助が就職活動を始めた時はすでに40代でした。修行？フィールドワーク？長すぎるとツッコミが入りそうですが、そこはそれ、長年の研鑽を武器に頑張ります。ところが世間はアラフォー武将には厳しかったよう。関東の北条氏、駿河の今川氏にて面接するも第一印象が悪く、実力がかすみ連敗続き、長い浪人生活へと突入します。フィールドワークの修行生活約20年、浪人生活9年間と振りが長すぎの前半生。しかも浪人中は今川家への未練か、親戚の今川家臣井原氏のもとに居候というオワコン寸前に。武田家臣時代、しかしチャンスが訪れます。1541年に武田信玄は父の信虎を駿河へ追放。この時駿河との交渉役だった武田家臣の板垣信方を通じて、追放劇を知略家の勘助が手伝ったとも。板垣信方にその力量を認められた勘助は武田家からスカウトされるのです。当時23歳の若き信玄は今後の本格的な信濃進出を見据え、信濃で堅固な城を作る必要に迫られていました。そこで築城の名人を探していたのです。信玄は信方の話を聞くと、勘助に100貫の報酬を約束し、さらに必要な馬や小袖を与えるなどの準備をさせて甲斐へ迎え入れました。今まで醜いだの嫌いだのと言われ仕官を断られてきた勘助にとって、まさに三個の霊に等しい待遇。甲斐に赴き、つつじヶ崎館で信玄と初対面を果たします。信玄は勘助の器量を見抜き、勘助もこの主君なら使いがいがあると胸を高鳴らせます。信玄はこの時さらに100貫上乗せして200貫、しかも6ではなく知行地で与えるという大盤振る舞い。新参者は20貫で召し抱えていたので破格の待遇です。信玄はなぜこれほどまでに勘助を熱い待遇で召し抱えたのか。それはズバリ、勘助が今の武田家にはいないスキルを持つ得難い人材だと認めたからです。こいつはただ者ではないと恐ろしいまでの器量に気づいたのです。それは何かというと、一つはもちろん築城術。勘助は各地の城を知り、自ら新たな築城スタイルを考え出すほどの築城の名人でした。次にその情報力。当時は誰もが自由にどこへでも行ける時代ではありません。ところが勘助は20年間各地を巡り見聞していました。情報を大切にした信玄、武将の目で見て判断して集めた生の情報は何者にも変えがたい大きな魅力だったでしょう。勘助は現代で言えば歩く SNS 状態、しかも実体験に基づくので信頼性も高い。知行はこの情報代も込みだったかもしれませんよね。さらに軍略、陣取りの軍法や武芸百般に通じていた勘助は武勇の将。後に信玄の攻撃が巧妙になったのは勘助の助言とも。そう、武田家の戦い方をも変える軍略の持ち主でした。これらの異才は全て賢さや若さだけでは太刀打ちできないもの。20年近くかけて実地を見て学んで積み上げてきた深い見識があるからこそ得られるものです。これらに加えて勘助の人間的な魅力にも惹かれたのでしょう。それはすなわち視野の広さと深い見識を背景に、しがらみにとらわれない自由な発想ができること。武田家では信玄を慕う武勇の士は大勢いましたが、信玄の政治を理解し時には助言できるような家臣はいなかったと思われます。信濃進出以後は信濃を統治する政治力も重要になり、合わせて武田家の体制や戦い方も変えなければなりません。信玄は武田家を改革して自分の理想とする新たな武田家を作り上げるパートナーとして勘助を抜擢したのではないでしょうか。支配の秘策、中高年の星勘助、武田家でどのような実力を発揮したのでしょうか。
ここからは前半生の長い振りを一気に生かしていきます。直ちに城を9つも落とすなど軍事面でも強烈なデビューを果たした勘助ですが、信玄をうならせたのはその深い知略だったでしょう。信玄は信濃進出の手始めに滅ぼした諏訪頼重の娘を側室に迎えようとしますが、家臣一同敵の娘は危ないと大反対。しかし勘助は賛成しました。この娘が男子を産めば諏訪家の維新は諏訪家再興がなるかもしれないと忠勤に励むでしょうと述べます。これこそ勘助ならではの政治的配慮でした。信玄とこの姫との結びつきにより諏訪維新を取り込んで武田家による諏訪支配を安定させようとしたのです。また勘助は占いや疫術にも優れ、戦いの日にちを占ったり地鎮祭を執り行ったりする役目も果たしていました。さらに武田家は甲州法度の次第という文国法を作りましたが、これに勘助が関わっていたとも。その他信玄の有名な治水工事も築城を得意とした勘助がアドバイスした可能性は十分ありますよね。築城術。勘助の築城の極意は攻めるに難しく守るに安い城でした。どっちやねんと怒られそうな矛盾する作りですが、高遠城、長野県伊那市、小諸城、小諸市、海津城、長野市の築城においてその手腕を見せています。信玄の城は防御の複雑な構造が特徴。勘助は小口、出入り口の防御施設である馬出しと増型を重視しました。馬出しは小口の前の廓、増型は小口を方形に囲った空間です。特に馬出しが半円状のものを丸馬出しと呼び、勘助の考案とされています。死角がなく少人数で大勢に当たりやすい一方、出撃拠点にもなりました。軍略、砥石崩れ。勘助は軍略にも優れ、特に砥石崩れの武功が有名です。信濃攻略を進める信玄は北信濃の雄村上義清と対決します。そこで武田方は村上氏の東の要である砥石城を攻めますが、その途中他の武将と交戦中だった義清が戻ってきたため武田軍は大混乱。ついには信玄の本陣も退却がままならない状態に。この時勘助が旗本50騎をお貸しくださいと信玄に申し出ました。勘助はこの旗本を信玄の本陣に見せかけて巧妙に南へと移動すると、釣られた村上勢も南へと移り、北にいた信玄の本陣は体勢を立て直し退却することができました。さらに勘助は敵の背後に回り突撃して敵を大混乱に陥らせたとも言われています。この功績により勘助は知行800貫の足軽大将になりました。このあと武田家はそれまでの力攻めから兵を損なわないよう巧妙な策に転じています。これも勘助のアドバイスとも言われています。川中島の戦いと最後。信濃平定を進める信玄はついに川中島で越後の上杉謙信と対峙します。川中島の戦いは5回行われましたが、勘助の実在説を高めた市川文書は3回目の戦いの直前、信玄が市川氏に出した手紙です。司祭は勘助が申し伝えると書かれていたことから、一気に勘助実在説が高まりました。5回の戦いの中で大決戦となったのは4回目の戦いのみですが、これが勘助の最後の戦いになりました。妻女山に布陣した謙信を戦いにおびき出すために勘助は啄木戦法を進言します。これは武田勢を二手に分け、一隊が妻女山を奇襲、慌てて山を降りてきた上杉勢を川中島で待ち構えた本隊が討ち取るという戦法です。これはキツツキが木を叩いて虫をおびき出すことからキツツキ戦法と後に名付けられたようです。しかし謙信も去る者、勘助の作戦を見破ります。そのため翌朝川中島に布陣した武田勢の前に妻女山から降りていた準備万端の上杉の大軍が現れました。戦いは妻女山に向かった別動隊がいない分、
武田勢は劣勢に立たされます。信玄の弟も討ち死にする死闘となり、責任を感じた勘助は行くことは流れのごとしと言って敵陣に突撃、68箇所もの傷を受けながら壮絶な最後を遂げました。こうして勘助は波乱に富んだ一生を終えました。まとめ、軍略や築城から政治まで勘助は先鋭的なマルチプレイヤーだったのではないでしょうか。その勘助がマルチな才能を発揮できたのも信玄という主君がいたからこそ。中高年にして先鋭的なマルチプレイヤー、組織経験小、第一印象悪、いろんな意味で使いづらいかもしれません。今川や北条が勘助を雇わなかった真の理由は、勘助の説明した先鋭的な築城や軍略を理解できなかったからとも言われています。しかし信玄は若き武将ながら悪条件に目もくれず勘助の器量を見抜きました。そして新参者の勘助が働きやすいように尽力もしています。勘助を生かしきって名実ともに誰からも一目置かれる大大名に成長した信玄も、先見の明がある見事な武将というほかありません。勘助のような人材はいれば大変ありがたいのですが、受け入れる側にもそれを見抜く目、使う器量などかなり力量が求められるようです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。